と外の音がするんですけど、どうにか聞き取ってください。ちょっと騒がしめだね。こんばんは。待ってね。インスタはやっていません。昔はやってたんだけど。ナブナブこんばんは。ドドさんこんばんは。ヤッピーこんばんは。アノンさんヤッホー。マス先生今日も可愛いありがとう。ガンマイルさんこんばんは。長いパパヤッホー。ガジョおやすみ。スーちゃんこんばんは。コジくんヤッホー。ヤッピーこんばんは。クマ太郎おばんです。元気くんこんばんは。哲夫さんこんばんは。サラちゃんこんばんは。あややさんやほほ。気をつけてね。ありがとう。あ、声聞こえるらしい。よかった。がっくんこんばんは。よっぴお疲れ様です。今ね、最寄りに着いて、さっきまでみんなで、あさって、もはや明日のリハをしていて、で、今帰ってきて、徒歩で最寄りのスタジオに移動中です。帰宅中ではないですね。もうこんな夜遅くに踊ったら寝れなくなるかもしれないかもしれないのは分かっているんだけど、どうしてもちょっとだけやりたくて、さっき借りたらなんかもう時間がギリ12時ギリギリに予約をさ入力し始めたら12時からを借りれなくて、仕方なく12時半から1時半を借りて、でももう時間空いちゃったって思って配信してるんだ今。なんてもう不安すぎ本当に。なんか全部はさ、なんか全部で、あ、ここは何番にいて、ここからここに移動で、あ、この前ここ間違えたから気をつけないと、振り付けは、あ、ここ間違えやすいよねとか思いながらやりたくないじゃん。だから明日もね、投資があるんだけど、明日でなるべく完璧にしたいので、やばい緊張って感じの心境。今日早いって、お、素晴らしい。もうね、やっぱりでも結構リオナは家の近くにスタジオ3つぐらいあるような人間なので、パラライトに入ってからは割と月に8から10回は行ってる気がする。結構もう心配性。一時期はリオナはライブ前に一人ライブ開催しないと不安すぎて対バンに出れないっていう病だったので、毎日のように通い詰めた私の第二のホームに向かっています。もうね、家だと思ってる。ただいまって気持ちでいつも入ってる。インみたい。で、リオナは今何をドキドキしているかというと、たまにさ街でさ